こんにちは、フランス語講師のめぐです。お元気ですか今日は「Vivre en France」フランスで生活するの8「Prend un taxi」8かの「タクシーに乗る」というテーマの第一部会話解説の1を勉強したいと思います。じゃあこのテーマを詳しく説明しましょう。Situation1「Demande un taxi à l'hôtel」

ジェンサーヴィスアウド emande 私はあなたにお願いするためのサービスがありますお願いしたいことがありますジェンダコーわかりましたあなたがそういうのならそうしますダコね。二つの音で分けてシウウウ dites ルはルではなく、ルだけ読みます。ブにつなげてシーヴゥル、シーヴゥル、シーヴゥルディット、シーヴゥルディットと読んだ方が自然です。ディットのウエスは読まないので、ディットだけ。ディット、ディット、ハ、えー、と発火のタクシーに乗る。 というテーマの第3部、語彙説明を勉強したいと思います。レセプショネスという言葉はですね、レ・セプ・ショ・ネス五5つの音で分けて読みます。レ・セプ、セ・ウペは一緒にセプと読みます。レ・セプ・ショ。La circulation はですね、と交通、 という意味の言葉で女性名詞です。La circulation と言います。この言葉は4つの音で分けます。シ i r s'ilu ではなく cir、Circu-la-sion、ね。笑顔で。Circulation と言ってください。例えば、お願いしたいとき、なんか質問聞きたいときに、

という表現の中にスっていう音は二回あります文字が違うんですけどアストンは全く一緒です Ce s e r a i と言います例えば Ce s e r a i 遠すぎる Ce serait、ね、それは遠すぎるでしょうっていう意味になりますね Ce trop と言った場合書く言葉を一気で読んで